はい、開きました。2000ゲームで10-9ね、開きましたんで打たせてもらおうと思います。ただね、朝からかなり跳ねちゃった台なんで、ね、このままじゃ出続けるのかっていうねことなんですけど、まあ、より、うん、間違い台なんじゃないかと思いますんで、ね、うん、俺逆にこういう台ちょっと苦手なんだ。隣もその隣も1箱ずつ出てて、この台はねさらっと2箱ぐらいも持って帰ってんな。隣が14-7、これちょっとビッグに引き強っぽいけど、隣8-9で、パッと見ビッグの確率しか見えないんだけど、ビッグが183分の1でしょ。でレギュラーの方が1個多いから、まあ突き抜けてるよね。でまあ、僕が打ってたのも、まあ、レギュラーに関してはまだ6より良かったっていう状況なんですけど、分かんない、伸びしろはもしかしたら今まで打ってた台の方が伸びしろ的にはあったかもしれないけどね。ただもうここまでくればもうさすがに間違いないから、まあ、まあ、5-6が相手だと、ああいうことで喜んで打たせてもらおうと思いますね。ただ2000ゲームで10-9でしょ。ビッグ200分の1なんだよね。いい加減落ち着くんじゃないかと思う、うん、それがだからさっきまでね、自分が打つ台の右のなりみたいなな感じで、まあ、昨日のだから35-35で88分の1みたいなね。ただあんなことはないからね、うん、あそこまで跳ねっぱなしなジャグラーね、6000ゲームぐらい回して88分って、俺も多分下手したらそこまでのは経験ないよ。手前228ゲームでバケで、今間もなく200でしょ。これは帳尻合わせタイムにフェードにしちゃったかもしれないね、もしかしたら。だからこういう時はあのね、もう都合よくっていうかね、自分にね都合よく考えなきゃダメよ。確率は常に一定ですとね。俺そんなもんは絶対通用しないと思うんだけどね、うん、出ればハマるし、ハマれば出るのがパスだと思ってますんで、あまあでもまあこれはもう間違いないもんね。この台がだから一番、うん、高いとこだと1500ゲームで10-9ぐらいのとこまで行ってたんですよね。もうどうやっても2000枚ぐらいは浮いてたはずなんで、で今まあちょっと削られてる感じなんですけど、どこで下げ止まるかだよね、これが。よかった。追加と1000円だ。いや、ねえ、1万円。総投資で1万円ぐらいまでに形にしちゃわないとちょっとね、
どこで酒飲まるか分かんないっていうぐらい高いところから始まっちゃってる台なんで、ああよかった。で200ゲーム台ハマり、200ゲーム台ハマりってこれ2連してるんだよね。そう、まあ普通は連チャンなんだけどね。もうこの台も、まあ、5、6で間違いないですからもう、100ゲーム超えたね。あー、ある意味納得なんだけど、だからここで怖いのが帳尻合わせの 4,500 ハマりみたいなね。でまあある程度のところにまあ落ち着いて、でそこから仕切り直しみたいなね。あのね、理屈は分かってるんですよ。その要はね、確率は常に一定だと、理屈は分かってるんだけど、じゃあ本当そうだな、じゃあ80分の1で20回当たってる台と、まあ、設定が同じだね。じゃあ同じ設定6だとしよう。80分の1で20回当たってる台と300分の1でしか20回当たってないと、台と同じ6だったら、じゃあどっちが打ちたい、どっち打つって話で、まあ、正解というか、その正論としてはどっちでもいいと、うん、設定が同じなんだからっていうことになるんですけど、ただそれを一応分かった上で言わせてもらうけど、やっぱ300分の1の方行きたくなるでしょ、うん、なぜかいい加減出そうな気がするから。じゃあ80分の1の方にじゃあ行きたくない理由は何か、いい加減ハマりそうだから、うん、っていうね。逆にその辺を切り離して考えられるようになれば、ただまあでも結果が全てなんだよね。どっちでもいいっていうのが、正解というか、答えだっていうのは分かるんだけど、やっぱっていうその机上の理論がね、やっぱ通用しないんだよねあんまりやっぱこういう台打つと案の定やっぱ揉まれるんだよね。もういい台なのはもう100も承知なんだけど、揉まれたか。まあある意味納得の追加投資なんだけどね。本当はでもだから持ち玉で揉まれて次の山を待つっていうね、方向に持ってきたわけですよ。そこね、前にもねどっかで話したことあると思うんだけど、ジャグラーって頭がいい機械って言われるんですよね。頭がいい機械、うん、何言ってたと思うかもしれないけど、要は特にホールの管理者の人たちとかはやっぱね口揃えて言うわけ、ジャグラーは頭がいいと。いや、その逆で頭の悪い機械っていうのもあるんですよ。どういうことか、要は狙った数字に収まらない、とりわけね、最近の ATA やっていく人かなんて
なんか引くもんを引いちゃうと低設定でもいっぱい出ちゃったり、おーしよしよしよし、逆に引くもん引かないと高設定でも出なかったりとか、うん、でそういうやっぱ運の要素が強い台って予想してない結果にその結果というか数字にね着しちゃったりするわけですよ。例えばじゃあ今日は利益を取ろうと思って配分したのに大和がかましちゃったり、あるいはその逆で今日は出そうと思ったんだけど逆にいっぱい利益が取れちゃったりみたいなってなると、あ、この台は頭が悪いんだとっていう風にお店の人は認識して、で要は管理しづらい、ね、その売り上げなり利益なりを管理しづらい機械ってやっぱその、うん、なんだろう、その設定一つ配分するにしてもやっぱ難しくなっていくわけですよね。その冒険がしづらくなるわけですよ。まあそれはそうだよね、狙った数に落ち着かないんだからっていうバカな機会がある一方で、ジャグラがね、この長い間ずっとそのこの五合騎士市場のど真ん中にいると、トップシェアだとっていうのは、まあ、その台そのものの出来云々っていうのももちろんあるんですよ。なんだけどそれ以上にそのやっぱお店からの評価が高い、頭がいい機械だっていうふうにお店が認識して、でその通りに動くとっていうのがね、やっぱりその、うん、だから高設定投入率なんてところを考えるとやっぱもうジャグラーぶっちぎりで一番だと思うんですよ。まあ一つはまあその稼働があって、うん、ファンが多いと、固定ファンが多いっていうね、で安定稼働が見込めるからっていうのはあるんですけど、ただもうその好循環なんだよね。頭がいいお店だからね、高設定を使うことにも低設定を使うことにも、うん、抵抗がないと、狙った数字に落ち着くから、うん、っていうことになってるんですよ。だから頭がいいんだよね、この台っていうのは。ただ頭がいいってことはその分逆に、まあ、間違いが起こりづらいっていう、うん、ことにもなりますんで、じゃあ例えばこの台みたいで、ね、朝いきなりポンポンってじゃあ2000枚ぐらい頭が出ましたと、時と場合によってはね、そこからじゃあ5000枚6000枚みたいなこともそれはあるんですけど、ただ基本的にないんだよね。基本的にそういう変な、うん、変なっていうか確率をね、無視したみたいな大間違いっていうのは、長い時間例えば1日3位とかで見ても7000ゲーム8000ゲームとか回したってなるとジャグラーっていうのはやっぱそういう間違いがやっぱ少ないわけですよね。っていうあたりまで加味するに、いやもうすでに早い段階で軽く間違いが起こったんで、じゃあこれいっぱい回すとどうなるか、うん、頭のいいジャグラーに限っては、うん、それなりのところに今から落ち着き始めるんじゃないかっていうね、うん、そういう見方もあるんだよね。だから逆にこういうね、高設定もう間違いなしとっていう内容で突き抜けてる台を突き抜けてるところから打ち始めたらどうなるかっていうのを今日は見せますんで、うん、結果どうなるのか。だからこれがまあプラスで終われるようなんだったら、うん、やっぱ正攻法で、うん、いいねとジャグラーは、うん、いやまあその正攻法しか通用しないんですけど、ね、基本的にはなんせ頭がいい機械ですから、うん。